その道のプロの方、まあ、そういう大人たちがいる中で社会に出る前にうまい付き合いをしていけばいいかっていうのも学べるのはすごいいい学びになりましたね。同志社大学3回生の澤圭人です。もう自分は旅行が好きなので、その旅行、まあ、バイトして旅行費を貯めて旅行に行くっていうのが主で、車中泊で九州一周したり、四国をドライブ一周ドライブしたり、であとちょっと体力には自信があって、まあもともとサッカー部だったっていうのもあって、でまあ挑戦をしたいっていうので京都から東京までママチャリで行ったりしました。アルバイトは掃除のバイトと飲食店のバイトと、今はホテルのバイトをしてます。都会と自然がすごい近い距離にあるっていうのがすごいいいところで、でかつ京都は学生の街って言われてて、いろいろな、まあ、おしゃれなカフェとか、まあ、カフェも好きなのでそういうのもいいですし、自転車で1時間ぐらい漕いだらもうめっちゃ綺麗な水の川があるところに行けるとか、で近くの鴨川行ったらオオサンショウっていう天然記念物がいるとかっていう面ではすごいなんか刺激があって面白いです。写真を趣味でやってて、でそれで、まあ、少し映像、まあ、かっこいい映像とか YouTube で見て、あ自分でもこういうの撮ってみたいなっていうのがあって、でそれででも自分はちょっと面倒くさがり屋で、映像ちょっと面倒くさいな、始めるの面倒くさいなと思ってた時に、まあ、友達からその映像をやってるインターンがあるっていうので、まあ、紹介いただいたので、まあ、それであいい機会だしやってみようっていうのがきっかけです。やってみてやっぱり自分じゃできないっていうか、もう継続してやるっていうのがなかなかできない人なので、もうそれをやっぱ仕事として、まあ、言い方ってよく分かんないですけど、仕事として、まあ、続けられてるので、今もそれでスキルも、まあ、少しずつついてるので、そこはやってよかったなと思ってます。結構大学生活とかしてる時って異なる人とメールのやり取りをしたりとか、まあ、一緒に撮影行ったりとかっていう異なる人と関わるっていうのが結構ないんですよ、大学って。でそういう時にインターンってもうその道のプロの方、まあ、そういう大人たちがいる中で、自分たち学生が社会に出る前に、まあ、どういううまい付き合いをしていけばいいかっていうのも学べるのはすごいいい学びになりましたね。このまま就活するのは嫌だなって思ったのがまあ一番で、まあ、それで普通に友達と喋ったりしてる時に、その友達が帰国子女で、でまあ前にその行ってたところにまた帰ったっていう時の話を聞いて、その時にまあ向こうの人はギャップイヤーとか1年なんか自由にしていいよっていう年、まあ、1年がこのぐらいの、まあ、今21歳なんですけど、そのぐらいの時にあるっていうのを聞いて、あれなんでそれ日本にないんだろうと思って、まあそういう制度がないなら自分で体現しようっていうのが、まあ、きっかけです。行き先はカナダのバンクーバーです。結構都会と自然が折り合わさってるというか混ざってるところなので、まあ、自分は自然が好きで、でまあでも田舎すぎるっていうのも不便かなっていうので、そういう面ですごいカナダのバンクーバーはちょうどいいところで、で自分は趣味で写真もやってるので、それを活かして、まあ、カナダのその大自然とか、まあ、動物も好きなので可愛い動物の写真とかも撮りたいと思ってます。